どうもー、リーノスマンでございます。皆様本日もご覧になっていただいて本当にありがとうございます。今日の動画なんですけれども、まあ今日もですね、スニーカーを買いましたなんですけれども、今日はね、本当は紹介したくてもいいかなっていう感じのスニーカーなんですよ。なんでそういうやつを3足まとめて紹介したいなと思います。まず1足目なんですけれども、こちらでーす。はい、もうね、言う必要ないですよね。コンバースのオールスターでーす。黒のローカットなんですけれども、これを買いました。はい。黒のローカットのオールスターなんてね、本当にもう、ド定番の一足。もう、日本人のほとんどの人が一回は履いたことがあるんじゃないかっていうような感じのね、スニーカーなんですけれども、実はね、この黒のローカット、コンバースのオールスターの黒のローカットっていうのは、僕、今、現時点で持ってないんですよ、実は。結構ね、オールスター好きで、いっぱい持ってるんですけども、この一番本当にベーシックなやつっていうのは持ってなかったので、今回購入しました。はい。もちろん過去に持ってたことはあるんですけどね、本当になんかいつでも買える靴の代表格というかね、本当に何にでも合うというかね、本当に万能な一足なんでね、これはもう本当に皆さんもね、ぜひまだ履いたことがないという人はね、ぜひ履いてみても面白いんじゃないかなと思いますね。はい。こちらがですね、1000円でした。1000円。はい。このコンバース系のね、バルカナイズ製法のね、スニーカーっていうのはね、結構中古で状態いいのっていうのは、あんまりないんですけれども、1000円ぐらいで買えるようなやつなんていうのは、本当に状態悪いんですけども、僕の基準ではね、もう1000円の割には状態良かったなという感じでした。ソールの、ここがね、ヒールパッチのところが大体こう削れてなくなってたりするやつが多いんですけど、これはね、もちろん削れてはいるんですけども、まだしっかり、残ってるので、全然いいかなという感じです。ソールもね、割と残ってますしね、という感じでした。はい。1000円だったら安いんじゃないかなと思って買いましたね。はい。これ1足目です。で、2足目なんですけども、2足目は、これももちろん死ぬほど安かったんですけど、これです。はい。アディダス、マイクロペーサーでーす。はい。もう、アディダスのね、僕、個人的にはね、もう5本の指に入るぐらい実は好きなモデルなんですよ、マイクロペーサー。で、実は、これ、僕もう1足持ってるんですよね。はい。こんな感じで。これはね、ちなみに何年製だったっけ ?2002 年だったかな。2002年製だったと思うんですけど。どこだちょっと。よいしょ。そうですね。はい。2002年製のモデルなんですけど、僕は当時ね、その2002年の頃なんですよね。だから、これは実際に店頭で自分で買いました。なんでね、確かに2万円ぐらいだったと思うんですけどね。当時初復刻だったような気がするんですよね、マイクロペーサー。で、すごくね、興奮したのを覚えています。買えたことにね、その当時は。で、2002年だから何年前だ ?22 年前ですか。いやー、これ全く同じなんですよ。だから、同時期に復刻されてるやつで、本当に、実は、ね、サイズも一緒。それがね、あったんですよね。あったっていうか、これ買った店舗で、これが、売ってるのはね、ずっと前から確認してたんですけれども、徐々に値段が下がってきてですね、もう、これが底値だろうということで、今回購入しました。こちらのお値段。990円です。990円ですよ。これはね、正直、マイクロペーサーに失礼です。本当に。990円はない。もっと早い段階の値段でね、売れててもおかしくないモデルなんですけどね。だからもうそういった意味でね、もうあるのに買っちゃいました。なんかこれはもうダメでしょうと。買いましょうよみんなっていう感じでね。
うん、僕がね家に迎え入れましたということで、同色同サイズのマイクロフェーサーをまた買ったっていう感じですね。はい、これ2色目です。はい、で3色目なんですけど、3色目先に値段言っちゃいます。3色目は594円でした。594円、600円しないです。まあ600円ですね、うん、こちらでーす。アディダスフォーラムローでーす。これ594円ですよ。結構こう今っぽいカラーだと思いませんか。白とね、ベージュとゴールド、うん、ゴールドですね。レザーがね結構シュリンク使っててね、柔らかい感じの、うん、作りでね、ちょっとすごい見た目本当にいいんですよね。カラーリングすごいいいです。うん、これがね600円ですよ。これ何年製だっけな。それよいしょよいしょよいしょ、これ2007年製でした。2007年製、結構古いですね。いやでもその割にはねコンディション結構いいんですよ。うん、アッパーはもちろんね履きじわはありますけどね、それもあんまり減ってなくてね、うん、まあまあもうこの素材だとよ、もうちょっと汚れててもおかしくないんですけどね、色味とね、うん、でもすごい綺麗で、ね、いやー変な話これもう2000円でも売れると思いますよ。でも594円はないっすよね。これはもう売ってるの見てサイズ確認してもうすぐ買いました、これも、うん、まあこのフォーラムなんてね、何足買ってもいいですからね。まあ今日のオールスターにも言えることなんですけど、うん、こういうのはねもう本当にいくら何足買ってもいいんで、いろんなカラーがあってもいいんで、こういう安いのを買っておくっていうのは本当に、いいことだと思います。はい、もう皆さんも本当に安いのはねもう見つけたら買っちゃってください。本当にソールが多少減ってようが多少汚れてようがね、うん、絶対使えますので。はい、ということで、3足目はアディダスのフォーラムでした。今大人気のねフォーラムですからね、うん、安く買ってね本当に嬉しいです。はい、ということで、今日はですね、めちゃくちゃ安いスニーカー3足買ったので紹介させていただきました。はい、ということで今日の動画はですね、ちょっとでも面白かったという方はですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあ今日は以上になります。リヌスマンでした。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。